それこそイメージ的にはサンライズの勇者パースみたいな感じああ、です。はい。そうだ。なんかメカがうまいっていうか好きな人なんですね。そうだ。勇者パースだとそれこそはい。今書いていただいてる感じになるんで、なんか自分で書きながらこの本ああ。短いな。はい。勇者シリーズいいっすよね。クオリティ高いっすよね。勇者シリーズって何シリーズぐらいなんですか？あれ5シリーズ？何シリーズ？もっとある？あれはテレビは8シリーズありますね。はい。8作あります。それこそいつかあんな感じのロボットアニメに参加できたらなぁとおお、じゃあ思サっンライてズるじゃんないでですか。けど、今はもう 3D が多いですしね。ああ、確かに。さすがに無理ですけど。僕がいたサンライズ7スタってところが、多分ガオガイガー作ってたスタジオだと思いますよ。ガオガイガーすごいですよね。ガオガイガーって多分勇者シリーズかな。です、そうです。やっぱり今見てもバンクシーンとかすごいので、よくこれを手書きで書いたなと思って。すごいですよね。でもね、メカうまくなると、人のデッサン力というか、パース感覚もうまくなるんですよね。やっぱパースに乗ああ、せそうなんる、ですそうです、そうでね。す。まあ、稀にメカ、本当にメカしかうまくない人もいますけど、人が本当描けないっていう人も稀にいますけど、結構多くの人は、メカ練習っていうか、ちゃんとやると人もうまくなる人もいますよ。結構つながってますね。この足それ腰、私です。どうぞ、すみません。ああ、すいません。なんか2年ぐらい前に急にこう勇者シリーズが好きになって、ロボットを2年ぐらい前から急に描き始めたんですけど、そこから人がの描き方が変わったなっていうのはあるので。それは実感としてあるんですね。ありますね。やっめぱっりちゃ描いいいでてすみて、ね。すごいロボット、特に勇者シリーズのロボットって箱男なので、そのせいか、なんか、パースをしっかり取っていくと書けるのかなっていうので、それが人体を書くときにもすごつながってる感じはあります。確かに、それとまたガンダム系のロボってちょっと違いますもんね、文脈が今し違いたますね。なんか曲線が入るロボットと箱のロボットで全ら。然違う感じがします。確かに。こんな感じで圧縮されて見えなくなるっていう手の形でっていうふうに、これは何かっていうと、ここら辺のシルエットとここら辺のシルエットとこう、分かれるっていうんですかね、この部分はもう圧縮されて一つの塊になっちゃうっていうふうに、考えて、まあ本当だったらこれをもっとパースつけたら、こういうふうに考えるんですよ。例えばこう、まあ、今すごい簡単な形ですけど、こうね。そうするとこういうことになって、結局はパースに乗せる。でこのグーの部分っていうか持ってる部分がここに来て、まあ、ここにこう来るわけじゃないですか。でそれでこうつないでいくと、結局こういうパースの簡単な形に、まずはこういう超簡単な形で考えられるようになるわけですよ。でその分だけでかくなると、この先っちょもね。なんだけど、まあ、そういう意味では僕のやつもなんかちょっと嘘くさいような、まあ大丈夫かな。っていう感じと、で、この前に出した手で言うと、この二の腕とその先のこの腕の重なりようがこうずれてるんですよ。だから僕で、この次
この部分はしっかり見えるんだけど、その先は本当に見えなかったりするんですよ。はい、形がこうずれてるというか、その付き方によってここがすごく広く見えて次もう見えないみたいな。これはまっすぐじゃないからなんですよ。まっすぐだったら同じ分だけこうなんなきゃいけないじゃないですか。はい、だけどそうじゃなくて、ここがすごく広く見えて、ここすごく狭くなったりとか、ちょっと今もうここで書き込めなくなっちゃったんですけど、そういう風にこうなってると思ってくると、あのまっすぐじゃないっていう手が書けるんです。そうするとまっすぐ伸ばしてるわけじゃなくてずれてるんだよねって、そのそれ多分ね、うまい絵とか見るとそうなってるんで、ちょっと確認してみてください。ちょっとました。なんかかっこいいなって思ってるの、真似しようと思っても、はい、なかなかしてるつもりができないですね。そう、それがなんでかっていうと、自分の中でこういうふうに変換してるから。そういうことですね。思い込みでこうなってると思ってると、分かった、こんなに手でかくないんだここで。なんか変だなと思って、元の絵に引っ張られてたから。でもうここの奥のこの棒の余りの部分はほとんどもう見えないぐらいっていうか、はい、で、こっちなんですけど、足の圧縮を入れるともっと良かったかなと、どうしても実はさっきの話とちょっと似てるんですよ。もろにその足の長さを見せてしまうと、立体感がなくなってしまって、足はこう圧縮されてたり曲げてたりするので、本来の一番このキャラ表でいうとこの長さは出ないんですよ、ほとんどのこういう動作の時に。こんな感じに短足に見えちゃうんですけど、これは足を曲げてるからそういう風に見えてるんですよね。はい、であともちろんカメラワークというかアングルがあるから